アメリカでの発売時期が明らかになったプレイステーション4と Xbox One、 先行する任天堂の Wii U と合わせ、家庭用ゲーム機の次世代機がいよいよ出揃います。資料によると、家庭用ゲームの国内市場規模は次世代ゲーム機の発売時期によって大きく左右されることが分かっています。ならば2013年以降、再びゲーム市場は上昇するのでしょうか。番組は大手老舗ゲームメーカーの戦略と、これまでにない形でゲーム業界に挑むユニークなプロジェクトに注目。それぞれの立場から展望と課題を見つめ、ゲーム業界の意外な活路に注目します。まずは現在のゲーム事情について、ゲームアナリストの平林さんにお話を伺いました。大きく言うと真っ二つに分かれてるって話をしてるんですよ。全然異なる業界のことを、語ってるくような必要が生じてきてると。メジャーの人たちが一生懸命作っていくものすごい、大型の手の込んだ総合芸術的な作品というものが生まれてくるというものが、まず2つに分かれるうちの1つです。でもう1つは0円で遊べる、例えばちょっと電車に乗ってる最中1分間で遊べる、3分間で遊べると、両方が分かれてくるんだろうなと思いますね。ゲーム業界の構造が二極化する中、動向が注目されるのが、今年創立30年を迎えたカプコンです。モンスターハンター、バイオハザードなど数々の人気タイトルを生み出してきたカプコンは、巨額の開発費が必要とされる次世代ゲーム機にも素早い対応を見せています。こちらはプレイステーション4に向けて制作中の新タイトル、ディープダウン。新開発した専用ソフトウェアによる華麗なグラフィックは、まるで実写映画のよう、早くもゲームファンの注目を集めています。はこのまま対策ゲームの開発競争へと突き進んでいくのでしょうか。パッケージビジネスの場合は、いかにユーザーさんに1枚でも多く買ってもらうかということが重要であって、で買ってもらったら、あとは、相当ビジネスはなかったわけですね。そうじゃなくて、売ることもお客さんに届けることも重要ですけど、それ以降ですね、それ以降長く遊んでもらうための顧客満足度を向上させるためのゲームの企画であったりとか、サービスとかいうことをこれから重要なことになってくると。ゲームで、有名になったIP ですね、これをゲーム以外での展開っていうことができないかどうか、いわゆる異業種の方々とは積極的に組んでいきましょうということの考え方がワンコンテンツマルチユースで、カプコンが掲げるワンコンテンツマルチユースとは、人気ゲームタイトルをもとに映画やイベント、出版やレストランなど様々な異業種に展開すること。